はい、こんにちは、こんばんは、ラフザビストリップシャープ25とかかな、そんなね25回目はベースルイがお届けしていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、でね、早速ね近況から話していきたいと思うんですけど、最近の僕はですね第2期カメラブームの真っ最中でございまして、第1期いつだよって感じなんですけど、第1期はですね2年か3年前ぐらいに、ファンクラブ旅行でホエールウォッチング、クジラを探しに行って見るっていう企画があったんですけど、その時にせっかくならいいカメラでいい写真撮りたいなと思って、結構ね大きめで5つ目の一眼レフカメラを買ってね、でその後も画角とか勉強しながらねいい写真を撮りたいなと思ってこうちょこちょこ撮ってたんですけど、いかんせんね大きくて重たいからね、普段持ち運ぶのが嫌になってしまってね、変だなと思って、まあ変だなっていうか、なんかをさ取りに行こうと思ってそれを目的に出かけるんだったら全然持っていけるんだけど、出かけたついでにねいい瞬間を切り取りたいから、なんか常にこうでっかいねカメラをでっかいバッグに入れて持ってるのがんって思っちゃってでなんかだんだんこうやっぱりスマートフォンのカメラにねこうシフトしていっちゃったんですけど、この間のね七夕のライブの時にその映像撮ったり写真撮ったりで入ってくれたカメラチームの、カメラマンさんがねすごく小さいカメラを持ってたの、まあ、それは主に動画用なんだけどね、ジンバルって言ってね水平を保てるこう機能がついたすごく小さなカメラを持ってて、うわ何それってなって、で、まあ、見せてもらったりして教えてもらって、家帰ってからもねネットで YouTube とかで調べてレビュー動画とか見ながらね、ここがいいわここが悪いとか勉強して、まあ、調べたりしてたんだけど、結局、まあ、欲しくなっちゃってそれ買ったのね。で買って、まあ、いろいろいじっくり倒しながらそれの使い方とかのさやつを YouTube とかで見てて、でそしたらなんか関連動画とかにそのカメラ対他のカメラみたいな、こっちはこういうのが絵が得意ですよ、でもこっちはこういう絵を撮るのが得意ですよみたいな比較動画みたいなのとかも出てきて、でなんかそういうのを見てるうちに他のカメラもね結構気になってきちゃって、結局その7月7日のライブの後から今これ撮ってるのが7月の末なんですけど、その短期間にそういう類のカメラをね3つ買ってしまってもう衝動買いね、バカだよねでね結局使いこなせてないんですよ。どれか1個で良かったなと思うんですけど、でもまあそれぞれね違うから撮れる雰囲気だったりできることが違うから、今後ねうまく活用していけたらいいなと思うんですけど、もうなんか専門知識みたいなのがね覚えることがたくさんでもうこんがらがってます嫌になりそう頑張ってみんなにいい映像届けられたらいいなそんな最近です。はい、それではね、毎回恒例になりつつあるセットリストのコーナー、まずね行ってみたいと思います。読んでいきますね、こんにちは、僕の考えるセットリストはネバーエンディングストーリーです。うん、エンディングっぽい曲を入れることでいつ終わるかわからないようなセットリストにしました。なるほどね。オープニング SE ですね、チャプターエンド、1ビタースイートエンディング、2音のかけら、3レイアウト、4星屑僕と君へ、5アリスミア、6 あごめんなさい、1ビタースイートエンディング、2音のかけら、3レイアウト、5僕星屑僕と君へ、あれ1ビタースイートエンディング、2音のかけら、3レイアウト、4星屑僕と君へ、5夜、6アリスミア、7オーバータイム、8キメラ、9クレジット、10シアターオブエンビー、11アンティーク、12ゼベットですね。はい、失礼しました。後半3曲は歌詞にねエンドロールとかエンディングとか入ってるからってことなんですけど、うん、なかなか斬新なアイディアですね。面白いと思います。基本的にこうバラードが多めなんですけど、こういうバラードってそのアルバムのねエンディングになるから、なかなかね他のそのアルバムツアー以外での使いどころに困るというか、そのアルバム感がどうしても
バーって出ちゃうからね。こういうコンセプトでやるのであればね、またこうライブで披露できることもあっていいアイディアだと思います。ただあれですね、あの8曲目9曲目のキメラクレジットの流れがね、こう友が激しく嫌がるやつですねあのなんでかって、キメラもクレジットも C で始まるじゃないですか、字面的にね、こうスペル的に。そのね C がこう並ぶのが嫌なんだってC がっていうか、あの同じ文字がこう連続するのが嫌なんだって。どんなにこう曲の流れが良くてもそれが嫌だって言って、なんか変えたことが今までね何度もありますねだからそこの流れだけちょっとキメラをどっかに違うところに持っていくとか、クレジットどっか違うところに持っていくとかしなきゃですけど、でもすごいアイディア最高だと思います。ありがとうございます。ラジオネームセンカさん、センカくんかな、僕って言ってるんで、でもセンカさんにしとこうかな。センカさん、ありがとうございます。はい、そしたら、前回のお題、海くんからのね、なんだっけ、今年の夏どうすんのみたいなやつかな。はい、それに対するメールもねたくさんいただいたんで読んでいきたいなと思います。はい、ルイさんこんにちは。ラジザいつも楽しく聞いています。今年の夏は夏らしいことがたくさんできそうです。なんと3回もバーベキューをやるんです。家族でやったりサークルの仲間とやったりする予定なんです。バーベキューといえばオーバーチュアのラフザを思い出します。個人的にあの企画が好きで何回も見ています。あれ以降ビストリップの皆さんでバーベキューをしたりしましたか。はい、バーベキューいいですよね。すごい僕もこう好きなんですけど、あのねビストリップでやるバーベキューにねちゃんと参加できたことがないのあのそれこそそのオーバーチュアのラフザの撮影の時ももちろん楽しかったんですけど、前日から黄熱を出してもう本当メイクとかいいやっていうぐらい、ほぼほぼしなくていいやってぐらいもうだるくて、もう序盤とかすごく元気ない感じで映っちゃってるんですけど、その7年前ぐらいかな、7年前ぐらいにもその七夕のライブの翌日か翌々日に打ち上げ兼バーベキューみたいな大会があってね、でなんかそれメンバー全員とあと事務所のマネージャーとかと関わってるスタッフ、制作音響さん、 PA さん、照明さん、メイクさん、あと機材運んでくれるトランポさんとか、もう全部関わってくれてる人全部、まあ、それこそ事務所の社長も全員来たようなバーベキュー大会があったんですけど、それにもねその当日にねもう大熱出してね、僕だけ行けなかったの。そのビストリップ関係者全員の中で僕だけ、そうだだからねなんかすごくこうなんだろう、協調性ないやつみたいな感じになっちゃってんじゃないかなみたいな感じで、あのもう不安で寂しくて切なくて悲しい夜を過ごしましたねでもね、あのトヤくんがねその時もねなんか優しくこう終わった後なのかな、夕方ぐらいにこう LINE くれて、大丈夫みたいな、こんなんだったよみたいな LINE くれてね、それでだいぶ救われたんですけど、でその翌年も七夕の翌日か翌々日にそれはゲリラ的なバーベキュー大会が行われて、なんかたまたまスタッフとメンバーとたまたま数人一緒にいたらしくて、でなんかそっからこう今からやろうかみたいな話になったらしくて、でこれからどこどこでやるから来れる人は来てみたいな、ね、LINE がグループ LINE に来たんですけど、それはねたまたまもう予定的に行けなかったんですけど、基本的にはそうなんかベストな状態でバーベキューに参加できたことがないので、ビストリップのねバーベキューに参加できたことがないから、いつかはね元気で楽しい時にメンバーとスタッフさんとバーベキューできたらいいなと思ってます。ちょっとメンバーにお願いしてみようかな、いつかやりたいと思います。ラジオネームみなみさんからのメールでした。みなみさんありがとう。はい、続きまして、はい、いつも楽しく聞かせてもらってます。今年の夏にやりたいことはいろんなところに花火大会に行ったり、自分たちで花火を買ってきて友達や恋人と線香花火で落とさない勝負とかしたいなと思っています。これからの飛躍を願っています。はい、ありがとうございます。花火大会いいですよね。僕はどっちかっていうと遠くの、まあ、例えば家からとか遠くに上がってる花火を眺めていたい派、ゆっくりね、もちろんねその現場に行ってねこう
たくさんの人の中でこう間近に上がる、ね、迫力のある花火を見てわーっていうのもいいんですけど、昔はその学生の時とかは結構足を運んでたんですけど、なんか大人になると家から見てたいその人混みに行くのが辛いというか、ね、ゆっくり見てたいなっていう派ですね。で、線香花火にはですね、僕はトラウマがあって、子供の頃かな、あの小学校1年生か2年生ぐらいの時に実家のね家のベランダでこう線香花火をしてたの。サンダル履いてね、でこうやっててポトって落ちたあのちっちゃいあの綺麗なおとなしい玉が僕の足の親指に落ちたのあんなねちっちゃくてね繊細な見た目のあいつあの玉がね、もうめちゃめちゃ噛みついてくるわけですよ。めっちゃ痛いの、熱いの。もうそれがトラウマで、線香花火だけはねできないんですよね、未だに。できないっていうか避けてるんですよね。でも本来はねすごい綺麗で繊細な花火なんでね、そういうトラウマがない人はすごくいいと思います。ちょっとうまく言えないけど僕は怖いですはい、そんな感じでね、やっぱ夏といえばね花火、バーベキューとか、あと海とかね、いろいろありますけどね、今年の夏もねみんな楽しんでくださいね。はい、そんな感じで来週のお題に行く前に、ファンクラブ限定にはなっちゃうんですけど、8月の21日にですね、渋谷のエッグマンというライブハウスでスタイルの公開リハビリをね開催することになりました。ちょっと急遽なんですけどね。それでね、スタイルっていうアルバムが出てからもだいぶ経っちゃってるんで、スタイルの楽曲たちの思い出す意味でも、どんな風に乗るんだっけとか、どんな曲だったっけみたいな、みんなと一緒に思い出したり作っていけたらいいなと思います。でその後にもねスタイルのツアーが控えてるんで、もうほぼほぼこうリリースからほぼ1年空いちゃってるんで、ね、そういうリハビリ的な練習が必要かなと思って、まあ、今回こういう企画をしたんですけども、もうこれが出る頃には受付とかも終了しちゃってるんだろうけど、来てくれるとはねぜひぜひ楽しんでください。でその後のねツアーもぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけで来週のお題ですが、そうだな、じゃあ夏に何すんのだったから、先週が夏の食べ物、夏といえばこれを食べるでしょうみたいなやつにしようかな。ちなみに僕はそうめんですね、夏といえば。もう結構いろんなところで言ってるんですけど、そうめん茹でて、そうめんのつゆに青唐辛子を刻んだやつを入れるんですよ。僕は生姜とかわさびじゃなくて青唐辛子を刻んで入れるんです。そうするとその辛みが麺つゆにこうふわっとねにじみ出てね、いいんですよねぜひねおすすめなんでやってみてください。そんなねみんなのおすすめや、夏といえばやっぱこれ食べたくなりますみたいなのを聞かせてください。はい、そんな感じでねちょっとねまた長くなっちゃったんですけど、今回はベース類がお届けさせていただきました。次回はそうだな、じゃあともちゃんにしようかな。じゃあともちゃんにお願いしたいと思います。そんな感じで来週もお楽しみに。ルイでした。ありがとうございました。